ステップ2、3ノードのリオシムをつるネットワーク。説明したいと思いますが、2ノードのネットワークより何がいいでしょうまあ、もちろん3ノードのネットワークでしょう。まずは2つの実験を説明したいと思いますが、2つともデルフト工科大学、オランダで行いました。これがポンピリの実験なんですが、これが、えっと、 NV センターを使ってるんですね。それが地層、空港を使ってるんですね。それが、まあ、ダイモンドの中にあるでしょう。そしてこれが3キュービットの GHZ ステートを配ることも,もできているし、それからエンタングルメントスワッピングもできているとの証明になっています。それから2つ目の,の,の実験なんですが、 隣接じゃないノードには、つまり隣の隣のノードには、えっと、の間にはテレポーテーションが,が成功した。これもヘルマンズの実験なんですが、それも、えっと、デルフト t 工科大学でやって、同じハードウェアを使って、そして今回は、えっと、そのリオシモツレの消費と,としては、それがエンドとエンドのテレポーテーションを成功した。じゃあ、 基本的にこの様子になっているんですが、2つの研究室、2つのラブを使っているんですね。その間が、えっと、距離が30メートルでファイバーで繋がっているんですが、ラブ1にはノード2 1があって、そしてラブ2にはノード2とノード3があります。2と3の間には2メートルのファイバーで繋がっています。これが、えっと、 ラブ1のところにはノード1が,が電子スピンがあって、それがコミュニケーションキュービット、通信キュービットに使います。それからノーニ2のところには2つのキュービットが用意してあるんですが、1つはコミュニケーションキュービット、これも電子スピンなんですが、それから各スピンのキュービットも持っているんですね。その各スピンのキュービットはそメモリーに使います。 それから、ノード3のところには、電子スピンもあって、それも、えっと、コミュニケーションキューベットとは使います。それから、さっき説明したんですが、2つのキューベットの種類があるんですね。これが、えっと、ダイモンドの格子になっているんですが、それの間には、1つの地層を使っているんですね。そうすると、その地層の隣には、えっと、電子を、えっと、 持つことにはなっているのなんですが、その電子のスピンを使うことにはできます。それからその電子のスピンをと光でアドレッシングできるようになりますし、そして腰とその電子のスピンをもつれは作れるようになります。問題はこれは位相緩和のディコヘレンスとしてはそれがちょっと弱いんですね。それからもう一つのキューベットの種類なんですが、 この灰色の丸のところにはこれが炭素、カーボンの原子になっているんですね。カーボンの核の種類なんですが、そのカーボン13、カーボン13とカーボン14、カーボン14があるんですが、13の方には核スピンを持っているんですね。その核スピンを使ってそれがあとキュービとしては使えるんですが、これを 操作にかけたい場合には、光の格子じゃなくて、それがマイクロ波を使うことになっているし、それから、リモートエンタイン m ルメントをには,には直接作ることはできません。だから、コミュニケーションスキューベットは必要になっているんですね。この核、えっと、のスピ,ンスピンの特徴としては、それがコヘレンスの時間はかなり長い。というわけは、えっと 3個のコミュニケーションビットを使って、1つのメモリーのキュービットを使います。で、リンクのエンタイングルメントは、まあ、真ん中にはノード2があるんですが、ノード1とノード3のエンタイングルメントを作りたいなんですが、それが順次的でしなければならない。まずは、コミュニケーションキュービット、通信キュービットをと両方で,で使って、それからそれが エンタングルメントを作ることを目指すなんですが、まあ、リンクのアーキテクチャとしては、これが MIM のアーキテクチャで、BSA のノードはそれの2つのノードの間にはありますが、この図には書いてない。それが、えっと、リオシモ釣りができてから、えっと、次のステップは、そのリオシモ、えっと、ビットをノードに入れ、紫のキュービットから、そのグリーンのキュービットには、 えと転送します、まあ、基本的にその2つのキュービットの状態をスワッピングします。エンタングルメントスワッピングじゃなくて、直接データ、えーと、その状態を交換するでしょう。それから、そのノーリーチとノーニー,ーのグリーンのキュービットの間には、量子もつれができている。それから、この通信のキュービットは、えーと使,ええー、と使えるようになっているので、それを使って、2と3の間には、えーと 頑張って、リオもモればも,も,もできるようになります。さて、2つのリンク、と4つのキューベットには2つのベルペアができている状態になっているんですね。そして、それが成功しているんですが、次には計算したいと思います。それから、それが、まずは2つのオプションがあるんですが、1つ目のオプションは、3キューベットの GHZ ステートを作りたいと思います。やり方としては、ノード2のところには、通信のキュービットとメモリーキュービットの間には、それがエンタングルメントをすると、リオもつれをすることにもするんですが、それが先の説明したスワップの操作を使うんですが、完全にはスワップじゃなくて、半分スワップすることにすると、リオもつれができるようになります。 それから、その紫のキュービットを測定して、それ測定すると、その状態から外すでしょう。残りは3つのキュービットになってるんですが、この3つのキュービットが GHZ ステートになってます。そしてこれが実験としては、90秒には1回当たり、90秒当たりには1回成功する実験になっているし、 フィデリティとしては0.538になってるんですね。まあ0.5よりちょっと高いので成功したと言えるんでしょう。それからもう一つのオプションなんですが、今回には、えっと、それえっと、直接エンタングルじゃなくて、その2つのキュービットで、えっと、ベル測定をしたいと思います。そのベル測定すると、それが、えっと、まあ、テレポーテーションと同様に、エンタングルスワッピングと同様になってるなんですが、 この2つのキュービットをと量子状態から外して、残りの状態は、ノード1とノード3の間には、エンドトゥエンドのベルペアができているんですね。これは、さっきの実験よりちょっとレートは高いんですが、40秒あたりには1回成功しているし、フィデリティも若干高い0.551になっています。これは2、トゥーホップのリオシエンタングルメントができているんでしょう。 それから、えっと、二つ目の実験なんですが、今回には一つのキュービットを増やす。ノード3のところにもメモリーをキュービットを使うことにして、それから、まずはその、えっ、ー、と、ノーッ1とノード3の間には、えっ、ー、と、トゥーホップの量子もつれを作って、そして、えっ、ー、と、ノード3のところの量子状態を、えっ、ー、と、グリーンのキュービットには転送して、 それから、こういう状態になってるなんですが、この紫のキュービットには、自由に操作できるでしょう。そして、その操作、そのキュービットの上には、テレポーテーションしたいキュービットの状態を作ります。それから、それ成功したら、このキュービットをノード1のところにテレポーテーションできるようになるかもしれません。 まずはそのノードさんにはこのコミュニケーションズキュービットをこの6つの状態の中から1つ選んでそれを用意することになってそれからテレポーテとこっち側にはあのベル測定をやってテレポーテーションには成功できるなんですが100秒あたりには1回成功する実験になりました。それからフィデリティは 前の実験より改善したので、フィデリティの方は高いんですね。0.688になってるんですね。そしてこれが2つの重要なソリッドステーツの実験をできるようになってるんですが、これが3ノードのリオシーツレエンタングルドネットワークになっているんでしょう。